MNSPATV。 おととし、神奈川県横浜市で当時中学3年生の女子生徒をデリバリーヘルスで働かせる目的で35歳の男に引き合わせ、有害な職業を紹介したとして、警察は元暴力団組員の大井慎吾容疑者を職業安定法違反の疑いで逮捕しました。警察の調べに対し大井容疑者は、女の子を紹介したのは間違いないと容疑を認めているということです。